フェラーリ・エンツオ・フェラーリ・フェラーリ・カイ・ XX ・フェラーリ・フックス・フェロリー・ FXX とは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが、エンツオ・フェラーリをベースに開発した、サーキット走行専用車。レースへの参加や、行動走行はできない。2005年、フェラーリ・エンツオ・フェラーリをベースとして、フェラーリの持つ技術を結集させた、サーキット専用モデルを発表。 今までマラネットで製作された車の中では、最も高度な GT。ボディパネルはカーボン製で、車体重量は 1155kg。空力特性が改善されていて、ダウンホースは円相40%も上回る。さらに、可動式のスポイラーを搭載し、サーキットに合わせて調節が可能。シートやペダルもドライバーに合わせて、オーダーメイドされる。 助手席を装備することも可能。構造上運転席からは後方が見えないため、ルーフにカメラがついている。搭載されるエンジンは 6262cc の V12 エンジンを搭載。800PS、8500rpm という高出力を生み出す。さらに、第一の技術をもとに開発されたトランスミッションは約80マセックで、 ギアチェンジを行うことができる。ブリジストン製の専用の19インチスリックタイヤとブレンボ製の専用の体型セラミックコンポジットディスクブレーキを搭載。ブレーキ冷却とパッドのシステムは専用に開発されたものである。ちなみに FXX という名前はエンツオフェラーリの開発コードの FX に計り知れない可能性とスピードを表す X を付け足したもの。 通常の状態ではエンジン出力を抑制するコントロールがなされている。セーフティーコントロールを解除すると相当のオーバーステア特性となり、フォーミュラ経験のあるプロレーサーでも乗りこなすのが困難とされている。十分高いポテンシャルを秘めている FXX だが、この FXX は革新的な技術協力プログラムの一環でもある。それは、 アマチュアながら高い運転技術を持つ顧客が自らテストドライバーとなり FXX を運転することでニューモデル開発の一翼を担いまた車両のデータ取りに活躍するというものである FXX には高性能テレメトリーシステムが搭載され39種類もの運動特性のデータをピットで常時監視するこれらの情報はフェラーリの技術者が分析し 顧客と共に検討される。このプログラムは高性能モデル開発計画の基本的な枠組みづくりの一環で初の顧客テストドライバーを起用した開発プログラムとなる。各種走行データは新型車の開発などに活用される。マシン本体と各種メンテナンスをつけた基本パッケージは総額150万ユーロ。FXX は2005年12月に 限定29台でフェラーリにより選出された特別なオーナーに対してのみ販売され日本でも複数がオーナーとなった。またブラックのボディカラーに両方のドアの横に30と書かれた30代目の FXX がミハイル・シューマッハにプレゼントされた。顧客がサーキットを走る場合ヨーロッパ圏内と現地法人がある国ではフェラーリの顧客レース部門 コルセクリエンティから FXX プログラムを担当するメカニックを含む特別チームが派遣され各種メンテナンスも受けられる。それ以外の国でも同部門の下で各国の正規輸入元が管理する。また FXX をフェラーリの本社に預けておけばフェラーリレーシングデーズなどでの走行時にも同部門が各サーキットへ航空便で輸送をしてくれる。なお、 FXX を購入したオーナーは、フェラーリ認定のレーシングドライバーによる運転講習を受けられる。なお、FXX プログラムは2009年をもって終了し、以降は 599XX プログラムに継承されるとされていたが、2020年現在もフェラーリ XX プログラムとして継続されている。フェラーリ FXX エボルツヨネカイ、XX に 新たなトラクションコントロール、カーボンブレーキ等を組み合わせ、860ビット HP まで引き上げるパッケージである。同時に FXX プログラムを2年間延長する。ありがとうございます。